こんにちは。日本学術書道会の田村貴壇です。今日も担当者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉は、金麗軽音を含むです。金の鈴は美しい音を奏でるということで、めでたい音であるということです。それでは今から金麗軽音を含むを書いてみます。最後までご覧いただきありがとうございました。